ベベットこと、ジョゼロベルトガマでオリベラは、ブラジルサルバドール出身の元サッカー選手、サッカー指導者。元ブラジル代表。ポジションはフォワード。1989年度南米年間最優秀、選手賞受賞者で、1992から93シーズンのラリーが得点王である。またユリカゴダンスの生みの親でもある。ブラジルの CR フラメンゴでは、 ジーコの後継者と言われ6シーズンを過ごした。当初は活躍できるのか疑問視され、サポーターからブーイングを受けることすらあったが、次第に彼らの心をつかんだ。その後は CR バスコだがまで活躍した。1992から93シーズン FC、バルセロナやバイエルンミュンヘンからのオファーを蹴り、一部に、 昇格したばかりのデポルティボ・ラ・コルーニャに移籍。1992から93シーズンの開幕戦となったセルタ戦で PK によるゴールを決め、以降の2試合でもゴールを奪い、開幕から3試合連続ゴールを決めると、10月2日のレアル・マドリード戦では2ゴールを決め勝利に貢献。10月16日の FC ・バルセロナ戦でも決勝ゴール。 12月6日から1月27日まで7試合連続ゴールを決め、この間の1月3日エスパニオール戦では 1PK を含む、ラリーガ遺跡後発のハットトリックを決めるなど、29ゴールを決めラリーガの得点王となった。1993から94シーズン、2月23日のアルバセテ・バロンピエ戦で、ハットトリックを決めるなど、 リーグ戦では16ゴールを決め、最終節まで首位を走り、勝利すれば優勝というところまで行くが、は、バレンシアと対戦し、試合中に PK を得たが、PK キッカーを務めていたドナトが、すでに交代、ベベトが PK を蹴ることを拒否、ジュキッチがこれを外した結果、引き分けに終わり、FC バルセロナがセビージャに勝利したことで、逆転優勝を許した。 1994から95シーズン、4月9日の CD テネリフェ戦で、ハットトリックを決めるなど、リーグ戦では16ゴールを決めた。またコパデルレイの優勝に貢献した。1995から96シーズン、10月1日のアルバセテ・バロンピエ戦では1人で5ゴールを決め、12月21日のレアルマドリード戦では、ハットトリック。 最終節のバルセロナ戦でも2ゴールを決めるなど、リーグ戦で25ゴールを決めた。在籍中の4シーズンで131試合86ゴールを決める活躍をした。その後フラメン後に復帰、1996から97シーズンにはセビージャに移籍したが、5試合でノーゴールに終わり短期で退団した。1997年には短期のレンタル移籍で、 クルゼロイシーに加入し、トヨタカップの獲得を目指し、ボルシアドルトムントとの試合に先発出場したが、0から2と敗れた。1999年、ワールドサッカー史の20世紀の偉大なサッカー選手100人で100位に選出された。2000年にはジーコからの誘いを受け、サンダーランドからのオファーを断り、J リーグのカシマアントラーズに入団。大きく注目を集め、 本人も入団会見で、得点を宣言をするなど活躍が期待されたが、4月1日の横浜 F マリノス戦で、J リーグ初ゴールを決めたが、全く水が合わず8試合出場しその1ゴールを上げたのみで退団した。引退後の2010年、ブラジルのリオデジャネイロ集会議員選挙に立候補し、当選を果たした。その後2度連続して当選した。2012年2月、 2014年、ブラジル W 杯大会組織委員会理事に就任。1989年度の南米選手権で6ゴールを決め得点王となり、優勝に大きく貢献。南米年間最優秀選手賞を受賞。1990年 FIFA フフワールドカップに出場したが、プレータイムはわずか7分に終わった。1994年のアメリカ W 杯では、 ロマーリオトにトップを組み、グループリーグのカメルーン戦で1ゴール、決勝トーナメントのアメリカ戦、準々決勝のオランダ戦で1ゴール1アシストを決めるなど、ブラジルの4回目の優勝に貢献。オランダ戦でゴールを決め、自身の子供の誕生を祝うユリカゴダンスを披露した。この時のベベトによるユリカゴダンスが有名になり、現在も使われている。1996年には、 アトランタ五輪にオーバーエイジとして参加。ポルトガルとの3位決定戦で、ハットトリックを決めるなど、チームトップとなる大会6得点を挙げ、銅メダル獲得に貢献。1998年には1998フィファワールドカップに出場。グループリーグのスコットランド戦では、セザール・サンパイオのゴールを、アシスト、モロッコ戦、ノルウェー戦ではゴールを決めると、 準々決勝のデンマーク戦では、先制点を決めるなど、決勝進出に貢献。決勝ではフランスに敗れて、連覇はできなかった。1994年のワールドカップで披露した、ユリカゴダンス時に誕生した息子マテウスは、父も在籍した CR フラメンゴや、ポルトガルの名門クラブスポルティングリスボンで、活躍している。ロマーリオとベベトが共にプレーした試合における。 ブラジル代表は無敗であった。ありがとうございます。